自転車キャリアは自転車を輸送するために自動車やバスに取り付けられた装置。バイクラックとも呼ばれる。おおむね自動車の屋根や車体後部、または後部牽引棒フックに取り付ける。バスの場合は通常は車両を全部に設置され使用しない時は髪型に跳ね上げることで収納状態とする。自転車を搭載する場合は キャリアに搭載した状態で車輪を固定し、さらに垂直状態で固定するための支えを追加するか、前輪を固定する。トップチューブがないステップスルーフレームの自転車のために、ステムからシートポストを固定し、トップチューブと同等に固定することが可能なものや、前輪のドロップエンドを金具で固定するタイプのキャリアでは、施錠装置を内蔵するものもある。 トラックの後部に設置するために自転車を横に寝かせた状態で固定するものや、リカンベントや二人乗り自転車向けに作られた長尺のものも存在する。また、オートバイ用の自転車キャリアを販売しているメーカーも、ある、コットバイクラックス。2007年12月27日閲覧。ブラウン、シェルドン、シェルドンブラウングロッサリー、ラック。 シェルドン・ブラウン、2007年12月27日、閲覧。トリー・ハワー、GM トライズ・インテグレーテッド・バイクラックス、オン・ユーロ・モデルズ。2007年12月27日、閲覧。ヤキマ・ラック・ベーシックス。2007年12月27日、閲覧。トカー・ト・バイクス・オン・バスス、ラック・アンド・ライド。2007年12月27日、閲覧。 ヴィクトリアリージョナルトランジットシステムバイクライド2007年12月27日閲覧バイシュクルラックス4モーターサイクルズ2008年2月12日閲覧ありがとうございます